名前は中田海人で20歳です。職業はプロスケーターやってます。日本では一応プロスケーターとして、まあ大会だったりイベントだったり呼ばしてもらってるんですけど、まあ、世界はやっぱりこのデッキに自分の名前が彫ったデッキ、シグネーチャーデッキが出て本当のプロって認められるんですけど、それにはまだ僕慣れてなくて、それを目指して今活動しています。やっぱ自分が憧れてるスケーターたちが映像を出して有名になってるっていう人たちが多くて、映像で食っていきたいっていう気持ちが強かったんですけど、やっぱ最近とかだとその憧れてるスケーターたちもまあ大会に出たりしてて、そういう活動もやっぱ大事なんだなって思ったりして、まあもちろん映像、スケボーの映像でいろんな人に見てもらいたいっていう気持ちが強いんで、やっぱり写真だったり雑誌だったりそっちも活動しつつ、両立できるのが一番やっぱかっこいいし、イケてるっていうか、すごいみんなが憧れる人なんで、それを本当に目指してます。まあアルバイトだったり手伝いだったりをちょこちょこして、まあ生活してます。前はまあアパレルで働いてたり、お父さんが自営業で仕事したりしてるんで、それの手伝いをしたりします。スポンサーついてて、そこからお金も出てたりしてるんで、まあ、なんとか感じなんですけど、やっぱスケボーだけで食いたいっていう気持ちもあって、本当今年悩む時期というか、今年入ってからすごい悩む時期で、やっぱ20歳になってもう厳しいっていうのがあって、どうしようっていう状況でずっともうでもスケボーは大好きだし毎日やりたいしっていう気持ちでやってるんですけど、それでまあ日本のブランドにお世話になってたんですけど、視野を海外に広げたいってなると、やっぱ日本のブランドでやってると、その日本での活動でしかなくなってしまうんで、それじゃあ難しいのかなと思ったり考えたりして、まあ辞めることを決意して、目標では海外デッキブランドで世界で知ってもらえるようなライダーになりたいです。テラスハウスに住みたくなった理由は、すごい本当にいろんな人が住んでるんで、今までやっぱスケボーばっかしてて、でもまあやっぱ自分自身すごいいろんなことに今興味があるんですよね。スケボーはもちろんなんですけど、その視野をもっと広げたいというか、そのいろんな人に出会いたいっていう理由もあるし、まあ自分がこういう今までスケーター出てなかったんで、こういうスケーターもいるんだよっていうのを知ってもらえたらなっていうのはめちゃくちゃ思ってますね。共同生活は LA によくスケボーしに毎年行ってるんですけど、そこでまあ女の子2人男僕合わせて5人のシェアハウスは3ヶ月間なんですけどしたことあって、まあ本当みんなスケボー、それこそスケボーやってたり、まあサーフィンやってたりスノボーも大好きだしっていう人たちばっかで、ただ本当どういう人たちがいるのかわからない状況なんで、もうすごい楽しみ。ガイとニキちゃんめっちゃいいなって思ってましたけどね、だるーみたいないいなみたいな、可愛いしめっちゃ関西弁というか、やっぱなんか方言いいなとは思いましたね可愛いなしましたねやってんねーっつってまあもちろんその気持ちはあるんですけど、いい子がいればという気が合う人がいれば、最初はもう友達になって、まあご飯2人でも何人かでもご飯とか行って、まあその正直どうなるか分かんないじゃないですか、気持ちのその気持ち好きになるかもしれないし、全然友達としてしか見れないっていうパターンももちろんあると思うし、そこはもう本当入ってみないとわからないっていう気持ちで今、でももちろん楽しみではあります。全てがもちろん顔は可愛いのが好きなんですけど、まあ僕料理一
一人暮らししてるんで料理を毎日自分でやってて、まあ一緒に料理できるのがいいな、趣味が合うのが一番いいのかなって、バイブスが合うというか、そのやっぱスケボーもやってるんで応援してくれないときついかなっていうのはありますね。そこに対してもちろん何かやってる人だったら僕も応援しますし、お互いをなんか成長でき合える人がいいですね。